おはようございますミスターマゆメさんそして日本は深夜22時でございますんでこんばんは皆さん速歌塾の久保でございます、えー、今回ですねミスターマゆメさんの動画そうですね速歌塾に入って3ヶ月だけどこんなに変わったよというふうな、ねえー、話をいただきましたそしてその一つが自信がついたということですねこれはですね誰にも負けないぐらいやったっていうものが自信になるんですよもしくは過去これだけやったことがあっただろうかっていうぐらいやると自信になるんですよそうなんですよね自信っていうのは 今までやってきた過去の自分から来るものもありますし、未来に対して自分はどのぐらいできるかなっていうふうなね、その期待とか裏付けが自信になることもあります。そういうこともミスターマヨネさん言われてまして、1日14本か15本作らないといけないなと思ったときに、あとね、えー、本日から9月の30日まで、だから未来の話をしてるんですよ。毎日、将来、明日から始まる将来ですよ。 短期的な将来なんですけども、毎日14、5本作らないといけないなっていうふうな未来を想定したときに、あれできるんじゃないかなっていうふうなのがすでに自信なんですよ。なぜなら今までそのぐらいのことをやってきたからなんですよね。さあそして私の例ですけども、私はですね、えー、とてもですね、あのー、アクセスの高いブログを作ったことはありません。一つのブログで1万アクセスとかっていうのはないです。でもですね、私はブログを、サイトをですね、1万4千個作ってきたんですよ。ですから、一流のブロガーさんにも、やっぱりね、 5部でやっていけるる自信があるんですよで実際5部でやってるんですよね。一流のブロガーさんが例えば1つのコンテンツで、えー、月収でね200万300万稼いでますみたいな人いると思うんですけどもその方とも私は5部なんですよ。私はアクセスが低いサイトですけどもまあ1万サイト以上運営してますからねってことでね。そしたらやっぱり少ないサイトで多くのアクセスを集めてる人から見ると。 私の行動っていうのはね、まあ、異常なんですよね。うわ、すごいね、みたいになるわけなんですよ。だからお互いに高め合うところがあるのかなというところでございますね。えー、でそれでね、ちょっとミスターマイアミさん、あの、ミスターマイアミさんの動画もう本当におかげさまなんですけども、そっか塾 YouTube に今日から海老名の阿部麗さんが参加してますからね。よろしかったらご覧ください。えー、そしてですね、FX についてなんですけども、そうなんですよね。1年間私は1回も勝てなかったんですけども、FX っていうのは1週間、5日間ですから、 1>, 1年がね、大体200営業日なんですよ。まあですんで365日ってことはないので、FX の1年間っていうのは割とね、 余裕を持ってできるような気もしますけどもこれはまあ受け取り方がねいろいろありますんでねえ何とも言いませんけど私は結構ね土日が休めたんで土日で復習の時間に当ててで月曜日から金曜日まではしっかりと実践をするってことの繰り返しで一回も勝てなかったというねことですけどもねまあ2年目から仲間のトレードのおかげで勝てたかなってことでございますねそういう感じでね量をこなしていくとやっぱりね自信がついてくるしやっぱりね分かってくるんですよなんかあやっぱ量をやることによって で教育っていうのはたくさんの量をやったものを効率よく人に伝える方法だと思いますけども教育を受けずに自分でやろうとしたらやっぱり量をやればあそれとね同じような効果が出るんじゃないかなと私は思うんですよね。でちなみに私 YouTube の動画ってのは1万本以上上がってるんですけどもあの Facebook ライブっていうのがです、ね、この3年間で4000本やってるんですよ Facebook ライブとか。 毎日やってますよね今でも、うん、だからこれ多い時には5本とかやるわけなんですけどもねそういった形でやっぱり量をやることによってあのもうほとんどのことは量ができますんで、えー、冗談じゃないですけどもね量,量で量がするってのはなんかシャレみたいですけども、うん、でこういうふうに考えてほしいんですよあのミスターマイアミさんも、あのー、ラグビーのね例を言われてましたけども、うん、練習量では誰も負けないぞってものが試合の自信になって相手にひるまない態度が取れるんですよね。 でも練習もそこそこだった。実力もそこそこですと。試合に出て自信持てますかね。<laughs> うん。で、今日の動画の最後にちょっと申し上げたいんですけども、根拠のない自信を持てって言葉がありますけども、根拠のない自信でうまくいく人っていうのは一部の天才です。やっぱりね、根拠のない自信よりも、根拠のある自信の方が強いに決まってますから。で、普通の人は根拠がないと自信が持てません。ですんで、根拠のない自信っていうのは、 うまくいく人だけの概念ですから、真に受けない方がいいんではないかなと私は考えております。やっぱりね、自信には裏付け根拠を持った方が、より大きな自信になって行動になってくるんではないかなと思います。そうすると、思い描いた未来が手に入るというふうなね、ルートも引けるんではないかなと思いますよね。えー、まさにね、ミサマヨメさんは、月間300本という未来に、もうね、おおよそ成功ですよね。おおよそうまくいってますよね。達成すると思います。えー、そしてこの積み重ねがですね、 例えば、あまあ、月収で100万とか200万っていう未来の自分への想定を実現させる力になってきます。いきなり月収100万、200万は無理ですよ。でも、身近な小さい目標をこなしていくことの繰り返しで自信がついていって自分のフェーズが上がっていって、そして月収100万とか200万というステージに立てると。このルートしかありません。一足飛びにはいかないんですよ。えー、ですんでね、YouTube の方もしっかりと刻んでいっていただきたいかなと思います。 でも YouTube ってこうやってねやりとりしてるとやる気になるでしょ。ね、であと他の方山根さんとかね i 子さんとか見てると思ったらやっぱりやる気になるでしょ。この繰り返しでやってほしいなと思うんですよね。はい、えー、そのためにもね、えー、速座塾 you YouTubeYouTube、ね、お互いに盛り立てていきましょう。それでは失礼します。